ぶんちゃんの元気リポート。改めまして、現在放送中のこの番組、ぶんちゃんの元気リポート、担当はぶんちゃんと佐々木千秋です。さて、今回はゲストとして関茂雄さんをお迎えいたしました。よろしくお願いいたします。はい、関さんよろしくお願いします。茂雄ちゃん、ありがとうございます。茂雄さんですよ。はい、はい、それではですね、まずは関茂雄さんについて私から簡単にプロフィールをご紹介させていただきたいと思います。関さんは1986年生まれの31歳、新潟県小千谷市のお生まれです。小中高はずっとバスケットボール一筋で頑張っておられ、大学は金沢大学経済学部に入学。そしてここからはですね、ご本人からお預かりしましたプロフィールによりますと、大学1年の時より個人事業主として営業代行事業を開業。それより約6年間家庭教師の学習用教材の個人宅訪問営業を北陸3県5000件以上実施。すごいよね。学生の頃から個人事業やってるんだよ。で、結果的にお金を稼ぐことと大学生で居続けることを計りにかけまして、はい、大学3年後期に大学を中退することになりました。中退、はい、いいですね。中退。ただしですね、軸が、まあ、あくまでお金を稼ぐことだったため、その後大いに思い悩みまして、何のためにお金を稼ぐのか、そもそも何のために働いているのかが全く明確でなかったため、転職を、ね、繰り返すということで、そうなっちゃったんだ。はい、で家庭教師会社の後はリクルート含め30社以上の営業に携わらせて、ね、30社ってないですよ、ね、全てでこう全てでこう突き抜けない、ね、ぐらいの、ね、すごいですよ。はい、そこそこの成績を残していきます。で、何か違うなと思いながら環境に自らの変革を求めてたところ、当時していた LINE の、はい、コンサルティング事業の関わりの中でマーケティングと出会います。そこでのマーケティングとの出会いが自分の人生を劇的に変えること、変えたということ で、はい、で人生にマーケティングのエッセンスを取り入れることで、人生ワクワクドキドキした人を増やすための取り組みを毎日楽しくさせていただいております、はい、といった方です。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、聞いていいですか、これ茂雄さんってもしかしたらあれですか、あの方の茂雄さんですか。いや、あのご想像の通りですね。あ、やっぱり通りなんですか。はい、いやー、そうじゃないかなと思ったんだよね。何ですか、その2人だけで知っているみたいな感じの。桑田さんもね、やっぱり長嶋茂雄さん大ファンだからね。はい、やっぱ世代がね、お父さんの世代なんかもあれかな、やっぱ。そういうことですね。おっしゃる通りです。ね、自分の父親が長嶋さんをすごく好きだったので、やっぱり、はい、そうなんです。そういう世代だからね、はい、みんな長嶋さんなんだよね。桑田さんもそうだけど、はい、私もね、こうわずかながらこう記憶にはあるけど、引退試合とかね、多分ぴったりお父さんなんかはそのまんまつけちゃったんだ。そうですね。あ、かわいそう。きっと気持ち的には野球もやってて欲しかったかなって思ったかもしれませんね。バスケットだったんだ。そうですね。残念みたいな。はい。それでは早速。反発してるじゃないの。ね、長くなっちゃうね。はい、ごめんなさい。いやいやいや、ちょっとごめんなさい。まずで、ではですね、関さん、現在はどういった活動をされていらっしゃるのかお考えしていきたいと思うんですが。はい、はい、ありがとうございます。今はですね、はい、マーケティングっていう考え方を取り入れて、で売上を必ず上げますっていうところとか、うん、あとは採用人数何人って言われたらそれを必ず達成しますっていう、で採用と集客 の、はい、支援をコンサルタントとしてさせていただいてます。へー、うん、すごいですよね。はい、いや、こうなかなか、はい、お年が、まあ、私よりも年が下なんですけれども、はい、すごいなってもう本当に思ってしまうような、ね、経歴をお持ちですし、はい、もうね、バリバリ活動されてらっしゃるということで。そうなんですよ、はい、あるところで出会っちゃったんですね。なんかすごいですね、うん、はい、若いのにね、若いのにって言ったらあれだけど、ちょっと波長が違うなと思波長が違かったんですか、うん、違ってた。あ、そうなんですか。分かる。あ、他の 若い子と比べて、じゃあ分かるか。そんな関さんですね。そんな関さんの、はい、まあ、子供時代というか、まあ、はい、そうですね、どんなお子さんでしたか。子供時代は本当にちょっとつ盲信と言いますか、本当にあれが好きだって思ったらそこに飛び込むみたいな、そんな感じの
あの子供時代を送りまして、消防車が好きな時消防車を追いかけ続けて5キロぐらい走ったりとかあのそういうあの子供時代でした。あーなるほど、はい、すごいよね。まさに今もねあのちゃんと追っかけちゃうんだ、追っかけちゃってるっていうところが、いや素晴らしいお子さんですね。でもきっとお父さんお母さん大変でしたでしょうね。そうですね、いつも言われます。そうですよね、はい、はい、で、まあ、あのバスケットボール、まあ、小中高とさん、ね、うん、あのやってらっしゃったってことなんですけど、小学校でも野球とかやんなかったんですか。野球をやれと言われて、そのままやるのがすごく嫌だったので、やっぱりね反発しちゃったんだね。そうです、あの友達がバスケットあのボールずっとしていたので、ね、なので小学3年生の頃からバスケットボールを始めました。そうなんですね、はい、まあ、文ちゃんも中学高校バスケットやってた。そうなんですよね、文ちゃんもバスケットボールをやってらっしゃったということで、そうそうそう、ちょっと意外な感じだったんですけども、文ちゃんなんか全然上手いタイプやなかどこやってたの。僕はシューティングガードで3番ってやつですね、はい、かっこいいですね。かっこいいよ文ちゃん、はい、修行さんだものかっこいいでしょ、スーパースターで、はい、はい、で関さん、はい、新潟県のご出身ということで、はい、まあ、新潟県自慢一つご披露いただければと思うんですが、何かございますか。実家と絡めてなんですけど、実家日本酒の卸売酒屋なので、もう115年ぐらい続いてるんですけど。そうなんです、そうなんです、なのでやはりお酒が自慢かなと、ね、やっぱり、ね、食べるもの美味しいし、お酒美味しいもの新潟、お米もね美味しいですしね、はい、お酒、はあ、なるほど、ありがとうございます、はい、今日 お酒のお土産は後日、よろしくお願いします。後日、後日、後日だって、はい、楽しみにしています。約束しちゃって今。そうですね、はい、あとリサーチによりますと、まあ、バスケット以外に漫画もとてもお好きということなんですけど、はい、はい、何かお好きな漫画はあるんですか。そうですね、もう漫画はとにかくジャンプ系が好きなので、あの週刊少年ジャンプであの載っているものはほぼほぼ見てるんですけど、今はワンピースが一番好きですね、はい、ワンピースいいですね。なんか特にジャンルとかもあんまりないんですかね。特にジャンルはないですね。そうなんですね、はい、一通り読みますね、はい、本当に全て読んじゃう、大体読みますね、本当にお好きな人が言うことですよね、そうなんだ、本当に好きだと全部読んでる、本当に好きだと全部見ますよね。漫画がそうなんですよ、よく聞きます。はい、はい、では早速ですね、あのいろいろこうあの大学進学から、うん、まあ、お仕事を始められたきっかけ、まずお伺いしていきたいんですけれども、はい、まあ、大学ね進学して途中で、まあ、辞められて、はい、お仕事を始められた、まあ、きっかけというか、まあ、自分の中でもこうしようって決めたことって何かあるんですか。はい、そうですね、ちょっと今は全然思ってないんですけど、で大学を辞めた当時は本当に大学で学んでることが実学じゃないなってすごく思ってしまったので、なので働いてる時にあの完全倍制で働かせていただいていたので、本当にやったらやった分だけ成果出るっていうところの方が面白く感じてしまったっていうところが入り口ですね。はい、普通はそこで中退はしないで、ね、中退する人がすごいよね。いや結構尊敬しちゃうなんて、中退ってかっこいいもんね、なんかね。まあ実際ね、中退かっこいいよ中退って。まあね、大学を辞めになるってすごいかっこいいという、やっぱ勇気のいることだと思うんですけど、なかなか、うん、実際にその社会人に、まあ、なってみた際に不安とかなかったですか。はい、そうですね、なんかそのままずっとそこの会社にあの所属させていただいて、むしろマネージャーみたいな仕事をしていたので、あのやる仕事的にはあまり変わりはなかったので、はい、特に不安なくて、一番不安だったのがそこの会社を離職した後にあの、リクルートさんに行かせていただいた時が一番不安でしたね。はい、ああそうなんですね。そうなんです、はい、B2C ってご家庭にお伺いして営業するやり方から、はい、その後企業訪問型の営業になったんですけど、その経験が全くなかったので、兄弟とか、ね、すごい心配でした。なんかお母さん受けしそうだもんね、なんか。あ、それがね、こう店舗さんとかね、そういう企業さんとかね、そういう風になったからね。またね、まあ、お年とかもありますでしょうし、いろいろね見られてしまうところもねあるかと思うんですけど、はい、いやでもすごいですよね。すごい。はい、で私全くのちょっと素人になるんですけども、はい、リスナーの方々にこのマーケティングの魅力っていうのを簡単に教えていただけますか。はい、ありがとうございます。でよく言われるのが、営業とマーケティング何が違うのって言われるんですけど、はい、営業で私がずっとやっていたことって売って終わりっていう感じだったんですよね。はい、何かしらの商品サービス売って終わりだったのが、はい、マーケティングって何がいいかっていうと、売ってから始まる
要は中長期的に要は関係性を築いて、絆をどんどん結べるのがすごくいいことかなと思っていて、本当にずっと先までお付き合いができるような、関係性が作れるのがマーケティングかなって思ってます。なるほど、はい、もうその場その場限りじゃなくて、はい、こう長いお付き合いも含めてっていう感じなんですかね、はい、そう考えてます。なかなかこうね、ブランドブランディングなんかもさ、こうずっとほらその、ね、愛着があってそれ使うとさ、ずっとリピートで使うじゃない。そうですね、そういうのをね、企業さんなんかは、はい、こう戦略的にね一生懸命日々やってるよね。なるほど、そこがこう、だって化粧品とかさ、やっぱ気に入ったら、そうですね、気に入ったものずっと使ってますよね、やっぱりね。でそれがこうブランドマーケティングをやりながら、はい、そういう風に締めくるようにしてるんだよ、企業は。 なるほど。でそれにハマっちゃってる、ハマっちゃってるんですね。いいかもですね、私たち。いや、まあ、いいんじゃない、好きでね、でも気に入ってればいい。そうなんですよ、気に入った商品がなくなっちゃうと困っちゃうんですよね、うん、これまたね。そうだよね。いや、ありがたい、私たちの生活にも本当になくてはならないものですね、マーケティングって。その通り。はい。で現在ですね、関さんの取り組みの一つとして大学生など若い世代を対象にしたプロジェクトがあると伺ったんですが、はい、具体的にはどういったことをなさってるんですかね。ありがとうございます。大学生と関わりを最近すごい持っていて、大学生の方々で今ちょうど3年生だと就活用のプロフィール写真を撮られてる方々が多いんですけど、ただ単に撮るんじゃなくて、もっと自分らしく撮ったらすごく、自分らしい表情だったりとか、もっと自分らしい表現の仕方ができるんじゃないかってことで、カメラマンさんとコラボさせていただいて、もっと自由な感じの就活用のプロフィール写真が撮れるようにってことで、どうせ企業の採用担当者がその子の SNS とか見たりするので、SNS 用のプロフィール写真を無料で撮るイベントを開催してるって感じですね。すごいですね。なんか私たちの就活のイメージってやっぱりこうスーツを着てビシッとした、そういう写真なんでしょう、ね、はい、イメージ、この子がどういう子なのかっていうのが分からない、分からないなイメージだったんですけど、ありのままの私で攻める就活でフォトルートってやつやってるんですけど、フォトルート、はい、実際に利用されてる方の声とかってどうですか、はい、もう即 SNS プロフィール写真に変えて、そこからのご紹介が10人以上来たりとか、1人が10人になってその先もっていう感じで広がりを見せているので、すごくありがたいですね。いや、なかなかこう分かってはいるものの、そういったルーツと何ですかね、ルートというのってなかなか考えたことももちろんないですし、そうだね、はい、無料取れちゃうからね、すごいですね。いいよね。いや、いいですよね、やっぱりちょっと文ちゃんも取ってもらおうかな。大学みたいな、そうなんですね。じゃあこれからももっともっとこう広がっていって、はい、いろんな取り組みプロジェクトをやっていく予定なんですか。そうですね、とにかく自分が楽しくないとダメかなと思ってるので、個人事業とか実業やる以上は楽しくやっていこうと思ってます。そうですね、はい、では関さん、この番組のコンセプトが元気ということで、はい、ご自身が元気と健康について普段心がけていらっしゃることは何かありますか。はい、2つあるんですけど、はい、で1つ目が早寝、とにかく僕は寝ないとダメなので寝させていただくっていうところと、であとはもう一つは運動ですね。ボクサーサイズを私は週3回ぐらいしているので、週3回もやってる。そうなんです。すごい、すごい、はい、そういった形で心がけております。はい、そうなんですね、早寝大事ですよね。スリムだもんね、関さんね。頑張ってます。努力はね、努力が報われているんですね。まあでもね、寝ること大事ですよね。私もすごく共感します。早寝大事だと思います。じゃあなんかスコンって寝ちゃうよ。大事なんですよ、寝るということは。ねえ、どこでも寝れちゃうからね。はい、同じです。はい、では関さん、今後の目標は何かございますか。ありがとうございます。私は関わる人たち、お客様に対してずっと一生涯孫子の代までお付き合いがしたいっていうところが目標なので、はい、私がそういうスタンスでその先のお客様もそうなってくると、もっと自由な発想で事業を拡大していけるような事業者の方々が増えてくるのかなと思ってるので、本当にワンピースみたいな世界観なんですけど、はい、自由なことを、ね、自由な風にできるような経済圏を作り上げたいなと思ってるので、そういったところを目標に活動させていただいております。ね、素晴らしいでしょ。いや、すごい、すごいの一言ばっかりで本当に申し訳ないんですけど、はい、やはりこう同世代の方がこうやって頑張ってらっしゃるっていう話を、ね、刺激になっちゃう、そうですね、すごく刺激をいただきました。ありがとうございます、はい、では今回のゲストは関茂雄さんでした。
どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。